スペイン料理の店アムンというお店のオーナーシェフのめぐみゆうだと申します。まあ、お店は2020年の6月16日にオープンしました。ちょうどコロナの最初の緊急事態宣言が明けてから、まあ、1ヶ月ぐらいしたところだったんですけれども、まあ、ちょうど季節が暖かい時期だったのと、まあ、人が結構お散歩で、まあ、動いてた時期もあったので、地元の方を中心に、まあ、なんとか、お客様が来ていただいて続けさせていただいております。で、そうですね、スペインには1年、まあ、ちょっとだけなんですけれども、ちょうど10年ぐらい前に、まあ、しばらく住んでたことがあって、まあ、いろいろあの料理の修行も兼ねてですし、まあ、なかなかこう普段できないこともやりたいということもあって、まあ、スペイン中ぐるぐる回ってみたり、まあ、いろいろこうちょっと勉強をしたいなっていうところもあって、言葉勉強してみたりという形で1年ぐらいいました。で、まあ、その中でやっぱり僕が自分がいたのがスペインのバレンシアという、町だったんですよ。そこがやっぱすごく好きな町だったので、まあ、そこのお料理、そこの文化みたいなものをちょっと伝えたいなっていうところがあって、お店の名前、この、アムンという文字は、スペイン語ではなくてバレンシア語、いわゆる、まあ、バレンシアーノという声ではいいんですけれども、バレンシア語で、まあ、サッカーなんかでこうチームを応援するとか鼓舞するような時に、使われる言葉です。で、お店の、ロゴも、これはちょっと友人が作ってくれたものなんですけど、バレンシアの州の、周期、ごめんなさい、周期じゃないな、市の紋章ですね。バレンシア市の紋章、この王冠の上にコウモリがっていうのがバレンシアのちょっと縁起物で、昔十字軍から解放戦線で戦ってた時に、まあ、この王様の王冠にコウモリが止まった、それが、まあ、その勝利の吉兆の証であるっていうことで、まあ、それ以来町の至るところにマンホールだったり、まあ、いろんな壁画だったりいろんなところにこうコウモリがいるっていうのがこの町なので、当店ではこちらの、エンブレムをモチーフにというか、まあ、ほぼほぼそのまま使わせていただいております。で、今日紹介させていただくお料理は、まあ、バレンシアの郷土料理というよりは、まあ、バレンシアの人であればみんなが、よく食べている食材の一つであるウサギのお肉です。うちのお店はジビエとかそういったものも強い評価しているお店なんですけれども、こちらのお肉はジビエではなくてスペイン産のウサギのお肉です。こちらもですね、シリーシュと、白ワインでじっくり2時間3時間煮込ん で最後に、ミョラ、パプリコのペーストですね、パプリコのペーストだったりお野菜を入れて一緒に煮込んだ煮込みの料理です。まあ、冬は冬ですごく温かいお料理として人気いただいてるんですけど、まあ、これからの季節ですね、赤ワイン煮込みとかよりも、まあ、こっちのちょっとこう白ワイン、シリーシュで煮込んだ煮込みっていうところはいかがかなと思いまして、まあ、バレンシアの食材ウサギとこちらの白インゲン豆であったり、これもスペイン産の白インゲン豆ですね、あとはまあよく使われるこの平べったいモロッコインゲン、こういったスペインらしい食材を入れた一皿で、まあ、当店の割と定番のお料理。それに合わせて紹介させていただくのはこちらですね、ピエール・レピエーナの、ボバリ 100% のロゼワインですね、パシオンでボバというワインを紹介させていただきます。当店このパシオンシリーズは白、ロゼ、赤の3種類ご用意してまして、まあ、お客様が召し上がっているお料理に合わせて白だったりロゼだったり赤だったりという形で紹介をさせていただいております。で、今日は、なぜこちらのロゼかってことの中でいくと、まあ、どちらかというとこのウサギというお肉が白身寄りのお肉ですね。牛や豚よりはちょっとこう鶏に近いような食感、そういう淡白な味わいですね。味わい自体は濃いんですけど、食感や雰囲気はちょっとこう鶏に似たような質感だったりするので、まあ、それをちょっとロゼで合わせて、でこのパプリカとかの、煮込みのソースですね、
こちらとも非常にこうロゼとの相性がいいなということで、こちらを紹介させていただいております。まあ、当店ジビエのお店でもあるので、鹿の肉だったりイノシシの肉だったり、季節によっては、カモやクマとか、そういったちょっと珍しいお肉も扱ってるんですけど、やっぱ赤のお肉、赤身のお肉に対してはこの赤ワイン、まあ、前菜でさっぱりちょっとお魚系だったらすごく香りが高いモスカテルっていう、まあ、マスカットオブアレキサンドリアのマスカットを使ったワインなんですけど、結構華やかな香りですね。すごくフルーティーで華やかな香りの辛口の白ワインなので、お魚とかの前菜系だったらこちらっていうふうに使い分けて、基本的に、常に、ラインナップします。で、基本的にうちのお店は、ワインリストがないんですけれども、大体ほとんどのワインが1本か2本ずつストックしていて、まあ、なくなり次第またどんどん新しいものに変えていくっていうスタイルなので、まあ、お値段と、お好みを聞いてワインをご用意させていただいてるんですが、このパシオンシリーズはもう本当に自分がやっぱいた場所っていうこともあって、わりかし常に、ラインナップをさせていただいておりまして、本当にこう好き嫌いがあまり問わないというか、好みを問わないワインだなというふうに感じてます。なので1本でちょっと料理に合わせてこれ1本で飲みたいという方には非常に最適なワインなのかなと個人的には思っているので、まあ、この後例えばお肉の後にパエリア召し上がるとか、もう1個なんか違う料理前に前菜っていう形でも割とこのボトル1本で、ね、結構楽しんでいただけるかなっていうところを提案したいなっていうことで、今日はこちらのロゼワインをご用意させていただきました。そうですね、というわけで今回はこのボバルのワインですね、ウティエル・レケーナのボバルのロゼ、まあ、赤なんかもあるので、ぜひこのボバルのワインを飲みですね、またスペインの食材、スペインの料理を、まあ、季節の旬に合わせて魚から野菜からお肉までですね、その時その時でお料理を用意してお待ちしておりますので、ぜひこのボバルのワインと季節に合わせたスペインの料理、ジビエのお料理を食べに当店スペイン料理の店アムンまでお越しいただければと思います。よろしくお願いいたします。